千葉医師は鉱物の一種。化学蘇生は塩 2n、結晶系は当軸小系。2009年に千葉県の採石場で発見された新鉱物で名前は発見地の県名にちなむ。千葉県南房総市荒川。基本的な化学蘇生は塩2であるが、結晶号市内部に CH4, C2H6, C3H8, C4H10 を含んでいる、包摂化合物である。結晶構造は、ハイドレート2型である。ちょうど、メタンハイドレート2型の水分子を二酸化ケイ素に置き換えた構造に相当する。ちなみに、ハイドレート I 型はメラノフロジャイトである。ガスハイドレート鉱物としては、千葉石とメラノフロジャイトだけしか知られていなかったが、その後の2020年12月に、 国立科学博物館や東北大学などの連名で、千葉石に類似の新鉱物である暴走石の発見も発表された。千葉石は透明な八面体結晶をしている。白濁したものは石英に変質している場合が多いが、白濁したものの下にまだ透明な部分が残っている場合には、そこが千葉石である場合もあり、一概には言えない。原産地の荒川は、 白ウリガイの化石が産出する場所であるが、この白ウリガイ化石の最終時に奇妙な結晶の石英が発見された。発見された結晶は石英であるが、その仮称の元となる鉱物が問題であった。はじめは、クリストバルン師、もしくは、日本では未発見のメラノフロジャイトと思われていたが、透明な結晶が見つかり、分析したところ、未知の鉱物であることが判明した。 ありがとうございます。